次のプレゼンターは桜井弥生さん。テーマは家庭でもなく職場でもなく、母親はなぜ地域の居場所に引き寄せられるのか。桜井さん、お願いいたします。発表も終わりの方に近づいてきて、とてもあったかい気持ちで今日一日聞かせていただきました、セッション B の方の佐々木先生の、話の続きのような感じになってきました。こちらご覧ください。お母さんと赤ちゃんが写っております。私は前橋市四季島町で、家庭でもない職場でもない、親子の居場所を開いております。今簡単に居場所というふうに言ってしまったんですが、皆さんにちょっとお伺いしてみたいです。居場所を聞いたことがある、知ってるという方どのぐらいいらっしゃるでしょうか。はい、では居場所へ行ったことがある、利用したことがある方いらっしゃるでしょうか。すごいですね。全然じゃないですけど、ほとんどいらっしゃいません。まあ、そういったところで私たちは日常的にちょっと居場所って言葉を使ってしまうんですけれども、居場所について少し詳しくお話ししたいと思っております。そして、一人でも多くの方に今後つながっていくことができたら、そんなふうに思っております。よろしくお願いします。さて、皆さんに質問です。皆さん、幸せですか。すぐに私は幸せですと答えられる方、実はそんなにいらっしゃらないんじゃないかなと思います。なぜすぐに自分が幸せだって答えられなかったんでしょうか。これがもし子育て中のお母さんだったら、こんな理由があるのかもしれないなと思います。これは働いている女性に、調査したアンケートなんですけれども、あなたはなぜ仕事をするのですかという質問に対して、一番多かったのは社会とつながりを持ちたいからという女性でした。これが 56.8%、 2番目に多かったのが、生活の糧としてお金を得ていくこと。こんなように社会とつながりを持ちたい、これが、仕事とのつながりになっております。しかし女性というのは、妊娠や出産、また子育てに、専念する時が来ます。そうするとやはり、第一子、妊娠の時に、仕事を続けるか、それとも育児に専念するか、そんなように、選ぶ時が来る。そして、未だに多いのが2人に1人は退職してしまうという女性たちです。しかし、退職した後、新しいつながりとして育児のつながりが生まれてきます。例えば子供を連れているとスーパーや公園でちょっと声をかけてもらえたり、そして、新しく育児サークルに入ってみるとお友達ができたりします。職場では得られなかったお友達です。こんなふうに、子供が生まれると新しいつながりができるんだ、こんなふうに簡単に皆さんイメージしていらっしゃるかと思うんですけれども、これって当たり前にできるんですかねっていう。こちらをご覧ください。地域の中で子育てのつながりがどのぐらいあるのかという調査です。今から20年前、子ども同士をちょっと遊ばせながらお母さん同士立ち話をする、こんなようなお母さん20年前は 81% いました。それがですね、2014年、最近になってくると 47.5% に減ります。次にですね、2022年、今ですよね、今なればこの数値ますます減ってくると思うんですよ。簡単に子育てのつながりができるんじゃないのかなと思っていたけれども、実はそうではなかった。仕事も退職して育児のつながりも失われていっているというのが多くの女性に訪れてきます。やっぱり子育てのつながり作りたいですよね。でもやっぱり難しかった。子育て中のお母さんが心配するのが、子育てしているお母さんたちとおしゃべりがしたいなと思った時に喋る相手がいないこと、そして子ども同士を遊ばせたいなと思った時に遊ばせられる人がいないということなんですね。そうしたお友達って一体どこで作ったらいいんでしょうか。
こうした妊娠出産した後のお母さんたちがちょっと焦りを感じながらどこかでつながりを求めていらっしゃる、こうした時に出会っていく場所が居場所なんですね。そうしたところで今日皆さんに、お聞きしましたけれども、居場所、あんまり聞いたことがないなということと、あと利用したことがないな、まだまだ居場所って知られてないんだなと思います。さて、居場所に来るお母さんたちはどんなお母さんたちでしょうか。今こちらに写真出てますけどね、今までのお話の流れから育児のつながりを作りたい、子ども同士遊ばせたい、そんなようなお母さんたちが集まってくるのかなというイメージが皆さんの中で持たれたかと思います。ですがそれだけではないんですね。お母さんたちってその他に居場所にやってくる方、日中の平日に小学生のお子さん、中学生のお子さん連れてきている、利用される。本当はパートに出たい、正社員になりたいけれども、子どもが家にいることによって不登校、だから勤めに出られない。また、妊娠したくない、出産したくないけれども、夫からの DV によって妊娠出産せざるを得ないお母さん。夫と離婚したいけれども収入がない、また自分でやっていける自信がない。そうしたお母さんたちも実はこうした居場所にはやってきます。本当にさまざまな人たちがこうした居場所にやってくるんですね。で、なんでこんなにいろんな課題と出会っていくんだろう、そんなふうにちょっと、ね、不思議に思ってました。そうすると居場所っていうのは一体どんな場所なんだろうか。歴史を振り返ってみると、居場所という言葉自体は1980年代以降に増えてきた不登校のお子さんたち、そして親御さんたち、そうした間で交わされて生まれていった居場所という言葉なんですね。それが、学校に行かなくてはいけないというような社会的な価値観、そして家自体も居づらくなってしまった子どもと、保護者の方、そうした方たちが見出していったのが地域の中でのフリースクールの誕生だったんですね。これが居場所の原点と言われています。こうしてもともとはフリースクール、子どもの学びの学習の場所という居場所から次に生まれてきたのが、だんだんと生活共同体がこう失われていく中で、昔ながらの暮らしを知っている大人たちが、子どもたちへ遊びを通して、地域のつながりを作っていきましょう、そんなような遊びの要素を取り入れた居場所が生まれてきました。今までは子どもに対しての居場所、それが後にですね、1998年以降、経済的格差が広がっていく中で、大人に対する社会福祉の要素が加わってきました。つまり、地域の中で孤独な大人たち、そうした人たちが居場所でもってつながりを持っていく、そしてドロップアウトしてしまった、人たちがまたもう一度労働へと戻っていく、そうした生活のつながりの場所、それが居場所の中で担われてきました。こうして見てみると、居場所っていうのは、あ、なんかいろんな人が集まってくるんだな、いろんな課題が集まってくるんだな、そうしたものが本当に一箇所にですね、こうぎゅーっと濃縮されていくような、社会の縮図のような、あの不思議な場所なんですね。あ、だからこういうところでいろんなものと出会っていくんだな、居場所を運営していると思います。そうした中でですね、たびたびちょっと話題にも出てきてましたけれども、不登校、お子さんが不登校であることによってお母さんがパートに出られない、勤めに出られないという関係性がやっぱりあるんですね。そうした中で、特にシングルのご家庭は収入に直結していますので、早くに何とかしていきたいと私たち自身も思ってました。潜在的、不登校の数は43万人と非常に多いです。そうした中で昨年の夏、取り組んだのが、子ども商店株式会社という、活動なんですけれども、これは子どもの起業活動になってます。前橋市のフリースクールと、また、フリースクールに通っている子どもたち半数と、また半分は普通に学校に通っている子どもたち同士が、一つのチームになりながら食事や遊びを繰り返して成長していきます。
そこでですね、私たちが狙いとしたのは、こうした企業体験活動を繰り返していきながら、モチベーションとかリーダーシップとか積極性なんかが子どもたちの中で非認知能力として高まっていって、自分に自信をもう一度呼び戻していく、こういったことを狙いとしていました。しかしですね、ちょっとやってみると違ったんですね。事前事後のアンケートと子どもたちの日頃の様子、こういったものを見ていくと、当初はですね、不登校の子どもたちって自己肯定感が低いんじゃないかなとか、やっぱり自分に自信が持てないんじゃないかな、そんなふうにイメージして作っていったわけですけれども、調査の結果によって違うということが分かったんですね。こちら上の段が子ども、下の段が保護者のアンケートとなっております。でオレンジの丸が不登校の子、青の丸が、普段学校に行ってる子どもで、子どもの上の段だけ見てみますと、例えばオレンジの丸の子がスコア、下から 1,2,3,4,5 と振ってありますけど、下の方の低い評価に固まってくるというような傾向はないんですね。これが分かります。でまた、不登校の、お子さんを持っている保護者の方も自分の子どもが不登校だからといって低い評価を自分の子どもに与えてはいないんですね。ここの 1,2 のところに、オレンジの丸が固まってくるような傾向はありませんでした。当初の予定とはちょっと違ったんですね。これは一体なぜだったのか。それは今回、フリースクールの不登校の子どもたちが半数入ってます。子どもたち普段は学校には行ってないけどフリースクールには行ってんです、ね、そのために、学校には、同じぐらいの価値をフリースクールで得ていて、非認知能力が普段から高かったり自信を持ってたり、自分から前に出て販売できたりするんですね。そうしたことを見てみると、あ、なんかフリースクールって非常に高い価値を子どもたちに与えられてるんだっていうことをここで感じ取れました。また、こうした学外の場所、地域の場は人にすごく価値あるもの、意義あるものを提供して力を与えることができるんだ、こんなのをこの夏感が、感じさせられました。今はですね、クラウドソーシングで一人で仕事もできます。できるんですけど、やっぱり自分一人で課題って解決できないんですね。昨年の夏の取り組みで子ども商店で感じたのは、やっぱり人と人が関係性を持っている、これがとても大切です。そして家とはまた違う外の地域の場所の中で安心や信頼が時間をかけて育まれていくことによって、やはり自分自身に持っている課題を乗り越えていく力になっていく、これがとても大切。しかもこれ短期ではなくて長期的に、何回も、もう本当に継続的に繰り返されていくこと、これがポイントなんだなと思いました。私たちは困窮家庭の食品支援もしていますけれども、中には私たちの支援から外れて、いなくなっていく方もいます。ここでもう一つ見つかったのが本当の孤独孤立ですね。私たちはこういった場を提供していますけれども、自ら離れていってしまう人、また、自分自身が孤独や孤立ということに気がついてない人もいるんですね。この人たちはほとんど面に見えません。立ち現れてこないですね。これが本当に難しくって、私たちが見えないものをどうやって見つけたらいいのか、皆さんがいらっしゃるそれぞれの場所でやっぱり五感を働かせて見えないものを見ていく必要があるんですね。それによって一つ一つの小さな幸せがつながって大きな幸せになっていく、そんなふうに考えています。今日はですね、私どもの法人のリーフレットを下に用意しました。で、子ども商店の小さな本も用意しましたので、ちょっと見ていただくと、あ、こんな活動してたんだと分かるので、ぜひご覧ください。ありがとうございました。